モデルでタレントの藤田ニコル、24、が3日、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアをバッサリと切り、ボブにした写真を投稿した。藤田ニコル、24、が3日、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアをバッサリと切り、ボブにした写真を投稿した。髪の毛切っちゃった2年ぶりのボブイメチェン楽しいねと髪の毛を切った姿の横顔の写真を3枚投稿。前回の投稿での写真は胸まで届く長さだったが、今回は顎のやや下までの長さで、かなりバッサリと切ったことがわかる。フォロワーからは、ボブ最高、イメチェン最高、この方が可愛い、大人の女性ですねと絶賛の声が続々。しっかりと支持を得ていた。